阿賀井商事の千葉です。今回は阿賀井商事で扱ってます3番スプロ、こちらの方のウィンドキラーという商品をご紹介したいと思います。通常の3番スはバンスさしたりカットさしたり、あとネタ違いでですね、シルバーゴールドもあります。ビッグ、プロ、ミニ、マイクロミニの4種類があります。組み立て式になっております。こちらのアームをですね、外して、はい、90×125 の3番スミニがですね、こういったコンパクトに畳めて持ち運びができます。で、今回ご紹介するのはこちらのウィンドキラー、こちらのネタなんですけども、実際風をですね、こちらの方 75% カットすることができます。その風を 75% カットするということが一体どういった形でお客様の撮影に有効なのかを検証したいと思います。はい、こちらですね、ズームの Q8 レコーダーがダイレクトにこちらのマイクの方についてます。で、こちらの方にですね、ファンで今風を送ってですね、実際どれだけこちらのウィンドキラーの風をカットできるか、 75% のカットってどういった具合なのかっていうのを、実際こちらのレコーダーで音を録音したのと、ウィンドキラーを前に立ってたんで比べてみたいと思います。今もう裸でダイレクトに風がマイクレコーダーの方に向いている状態です。ではウィンドキラーを差し込みます。外します。入れます。はい、じゃあ実際波形、音の波形データでデータを見てみたいと思います。こちらが Zoom のレコーダーで録音した音声データを Cubase DAW ソフトで読み込んだ波形データになります。それでは実際にウィンドキラーの効果を見てみたいと思います。ダイレクトに風が当たり、かなりノイズがひどいです。ウィンドキラーを入れた状態です。DAW ソフトの波形データを見てわかる通りで、かなりの消音効果が確認できます。屋外の道路撮影やインタビュー撮影の時にマイク前にウィンドキラーをセットすれば、ノイズ対策に役立つ商品と言えます。じゃあ続きまして実験なんですけれども、ウィンドキラービッグを使ってですね、実際女性の髪の毛がどんだけ風をカットしてなびくのを止めるかっていうのを検証したいと思います。まずウィンドキラーを立てた状態です。はい、女性の髪の毛はほとんどなびいてないように思います。で、こちらのウィンドキラーとですね、缶の前から外します。はい、だいぶ風がですね、風の手が向いてます。もう一回入れてみようと思います。はい、このようにロケーションでの屋外撮影なんかでは、かなりタレントさん、モデルさんのですね、髪の毛は止めることができるんじゃないかなと思います。で、実際動画撮影、ロケで撮影するときなんかは、こういった形で持ち手がついてますけども、グリップとか挟んでいただいてですね、スタンドに自立させることもできますので、使用用途は幅広いと思います。で、こちらの方、ビッグ、プロ、ミニで3種類でウィンドキラーありますけども、お客様の環境でサイズをですね、ご調整いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。